それではウェブセミナー「自立型組織を作る方法」というテーマで始めていきます。ガ a バーアントレプラスクールの清水と申します。よろしくお願いいたします。この動画ではですね、えー、自立型組織とは何か、そして、えー、自立型組織を作るために必要なことを理解するということを目的に進めていきますで。最初に自己紹介を簡単にさせていただきますと、既に知っていただいている方も多いと思うんですけれども、私どもは4年ぐらい前からですね、 世界ナンバーワンのスモールビジネスアドバイザーであるマイケル・ E ・ガーバーの日本におけるマスターライセンシーとして、まあ、彼の思想を広めるという活動をしてきましたすでにガーバーの本をお読みいただいている方はあのご存知かと思うんですけれども彼の提唱しているのは職人型型ののビビジジネネススから抜け出して企業家それをですね過去40年間にわたってやってきたわけですね。 でそれを日本でも広めてきたのが、えー、我々の活動にあります。えっと初めの一歩を増やそうという本があります。でこれ日本ではですね、えー、約10万部ぐらい出ておりまして、でこれの元となったのがですねイーミスリビジテッドっていう本があります。でこちらは世界では500万部ぐらい出ていてですね、まあスモールビジネスの経営とか、えー、企業ということに関するまあバイブルとしてですね、まあ非常に有名な本になっています。 で、アメリカにインクというですね、起業家向けの雑誌があるんですけれども、そこのですね、その読者向けにアンケートした結果、最も役に立ったビジネス書として、この E.M.S.Revisited が選ばれています。これは日本でも有名なビジョナリーカンパニーとか7つの習慣、まあそういったですね、名著を抑えて、この E.M.S.Revisited が選ばれています。で、それの日本語版が初めの一歩を踏み出そうということですね。 でこのタイトルですね初めの一歩を踏み出そうというと、まあ、これから起用する人向けかなと思うんですけれどもまあ実はそうじゃなくてですねすでに何年間も経営をされていて社員がいる経営者の方にも適用できると言いますかむしろそういった方の方がですねこの本の内容に共感していただきやすいのかなと思っていますのでもしまだご覧いただいてない方はぜひアマゾンかなんかでご購入いただいてお読みいただくと嬉しいです。 で、マイケル・ガーバーはですね、1977年に世界初と言われるビジネスコーチング会社、マイケル・トーマス・コーポレーションという会社を作りました。で、今はですね、その会社名は、社名は変わっているんですけれども、同じ会社としてですね、ずっと存続して、非常に成功している会社になっています。で、彼自身は最初はコーチとして、自らが職人として働いていたんですけれども、わずか2年で、その経営者向けにコーチングするっていうですね、その仕事を仕組み化してですね、 彼自身はコーチングの現場から離れて講演活動と執筆活動、まあ、そういった活動に軸足を移してきたということですねで。そして彼が起業した当時にそのオフィスに掲げていたのがアメリカ中のですね、スモールビジネスに夢を取り戻させるということですね。でそういった垂れ幕を会社に貼って活動していたそうです。で いつしかです、ね、そのアメリカ中のというのが世界中のというふうに変わって、まあ、世界中のスモールビジネスオーナーにもう一度夢を取り戻させようということで活動してきましたスモールビジネスが顧客のためそして世の中のために活躍できる、まあ、そういった社会を作るべくですね活動してきておりますで先ほど申し上げたとおり日本では約4年前からですね活動してるんですけれどもセミナーを開催させていただいたりとかあと e ラーニングをご提供したりとかですね 経営者向けの研修を行ったりとかもしくは企業向けのです、ね、研修企業の社員の方向けの研修なども行っておりますで他にはですねお客様と一緒に海外ツアーに行ってです、ね、海外で成長している会社を視察して、まあ、その成功要因を学んでいくということもやっておりますで今回のウェブセミナーでは、まあ、その辺のです、ね、我々が学んできたことの一部になりますけれどもご紹介できたらなと思っております 例えばですね、これは、靴の通販で有名なザッポスという会社の社内ですね。非常に企業文化を大事にするということで有名な会社になっています。あとはパタゴニアですね。こちらはアパレルメーカーですけれども、ザッポスとは全く雰囲気が違うんですが、こちらも企業文化を大切にしているということで、非常に成功している会社になっています。あとはですね、こちらはガーバのクライアントで、インフュージョンソフトという会社があります。でこの会社はもともと アリゾナ州にある小さなソフトウェア会社だったんですけれどもガーバーのプログラムを取り入れて今急成長中の IT ベンチャーになっていますで分野としてはいわゆる CRM といわれる分野でですね、えー、顧客との関係を要は管理するソフト、まあ、それを開発している会社ですでこの分野ではおそらく世界トップクラスの知名度がある会社になっていますしかもわずか数年でですねそこまで成長したということですね でこちらが社長のクレートさんですね。社員の方もですね、誇りを持って働いている非常に素晴らしい会社でした。で今回の動画では、ガーバーから学んだその原理原則に加えて、こういった今現在成功している海外の成長企業、でそこから学んだことをですね、付加してご提供できたらなと思っています。では本題に戻りますと、で今回のテーマであります、この自実型の組織、まあ、これが何かというお話ですねで。今回は次のように定義をしています。 自立型の組織とは現場が中心となって動いていく仕組みがある組織これをですね自立型の組織というふうに呼んでいますでもともとですねこの自立という言葉は、まあ、英語で言うとセルフマネージングというふうに呼んだりします、まあ、意味合いとしてはそれ自身だけで調整したりコントロールしたりすることができるということでその組織自体が自立して動いていく、まあ、自創式の組織、まあ、そういったような意味合いで使っています でガーバーがですねよく言うのがビジネスはそれ自体が生命を持っていいるととうことですね大半のスモールビジネス職人型のビジネスではですねビジネスとそのビジネスオーナーが一体化しているケースが多いんですけれどもガーバーはそこを分け,ない分けて考えないといけないというふうに言っていて、まあ、ビジネスというのはうまく作ればあたかもそれ自体が生命を持っているかのように勝手に成長していくというふうに言っているわけですね、まあ、そういった会社を作るには 今回ご紹介する自立型の組織。まあ、それを作っていかないといけないということですねで。もう少しこの自立型組織についてご説明していくと、自立型組織というのは強くて良い組織だということですね。強くて良い組織。で、これがどういう意味かというのを、えー、次にご紹介していきます。まず、強い組織。まあ、これが何なのかということですね。強い組織というのは、現場中心に動くために、顧客のニーズや市場の動きに柔軟かつスピーディーに対応できると。 例としてはスターバックスに行ったことがある方はお分かりになると思うんですけども彼らのスタッフというのは非常に柔軟に対応してくれるんですねお客さんの要望にそれが原因となってファンがついてですねリピーターがついて結果的に業績につながっていくと顧客のニーズに敏感であるがゆえにそのニーズにいち早く対応することができて結果的に業績につながっていくといったような組織ですね 一方で、えー、良い組織とは何か。で、これに関しては、社員にとって良い会社と経営者にとって良い会社。この二つの意味合いがあります。で、まず、社員にとって良い会社ということなんですけれども、えー、これは例えばですね、えー、その社員、自分のやりたいことと会社をやっていることのギャップがなくなると。まあ、自分の人生の目的と会社の目的。まあ、これがですね、まあ、完全ではないにしろ、かなりの部分一致していると。 だからこそ、社員は自主的に働くことができるということですね。会社のために働くことが自分のためにもなっているというのが実感できるので、自律的に働くことができるということです。あとは、えー、職場の雰囲気が良くなり、働きやすくなると。でそして、自律型の組織というのは、自分で意思決定できることが増え、人間らしく働くことができると。単に上から言われたことをやっているだけじゃなくてですね、自分の現場で、自分の責任範囲の中で意思決定できると。 それが結果的にはですね、仕事に対するやりがいとかですね、成長、そういったものにつながっていくわけですね。そして経営者にとって良い組織、自立型の組織ができるとですね、経営者にとっては、現場主導で動いていくので、あんまりこう自分が介在しなくてもですね、仕事が回っていくということなんですね。なので、あれこれいちいち細かいことまで指示しなくても、社員が自分の判断で働けると。 そのためですね経営者としては時間のゆとりが生まれるということですねでそしてその空いた時間をより自由化的な時間に使うことができるということです時代の流れを読んで次の一手を考えたりとかですねより長期的な展望で自社がどうあるべきか、まあ、そういったことを考える時間が増えるということですねでつまりまとめますと大半の経営者が望むのは強くて良い自実型組織だということですね でこれは我々が過去4年間多くの経営者と接してきてつまりところ大半の経営者の方が望んでいるのはこの自立型の組織なんだということが分かってきたわけですねなのでそこの次に自立型組織のですね、えー、作り方それに入る前にまず自立型組織を阻むものというお話をしたいと思います 何が原因でこの事実型の組織ができないのか多くの経営者は事実型組織を作りたいと思っていますけれども何がそれを妨げているのかということですねまずそれを理解しましょうというお話ですでここでは5つ挙げています第1にリーダーシップの在り方そしてビジョンがないか曖昧3番目に何が正しいかが共有されていない4番目に社内の組織やシステムに一貫性がない5番目に採用する人がカルチャーフィットしていないと で詳しくやっていくとかなり時間がかかってしまいますのでここでは簡単にですねご紹介をしていきますまずリーダーシップの在り方ですねでこれを言うとですね怒られるかもしれませんけれども大半のスモールビネス中小企業の社長は猿山のボスルと同じようなもんなんですで動物園に行くと猿山っていうのがあると思うんですけれどもでそこにはオスのです、ね、ボスルというのがいますでそのボスルがそのピラミッドの頂点に君臨していて その山の山でですすね、ね。支配者になっていいるととうことです、ね、で実は大半の、えー、スモールビジネスや中小企業は、まあ、その猿山とですね、同じ構造になっているということですね。えー、社長がいて、えー、社長が全ての指示を出すということになっているわけです。まあ、図にするとこういった形ですね、えー。ピラミッド型の組織構造があって、えー、その経営者のですね、個人的な基準や感情で トップダウン型でその会社のマネジメントをしていると、でもちろんですね経営者には決断とかですね意思決定が必要なので、その経営者のですね基準でトップダウン型のマネジメントをするということも必要なんですけれども、でこれだけだとなかなか事実型の組織っていうのはできないということです。経営者が個人的な基準や感情で指示命令しているだけではいつまでたっても現場指導のですね組織っていうのはできないということですね。でこの組織構造の 大きな問題はですねどうしてもですね対立構造ができてしまうということなんです経営者もしくは会社対社員というこういった対立構造が起きがちだということですねでこの対立構造が起きてしまうとどうしても社員はで会社のために働こうという気がなかなかなくな,くなってしまうわけですねそうなるとさっき言ったような自立型の組織自分の人生と会社での仕事がつながっているという感情 を持ちにくいので、どうしても社員が自発的に働くという環境は作りにくいということですね。で、これがリーダーシップのあり方というお話で、まあ、こういったリーダーシップの取り方だとなかなか自立型の組織ができないということです。で次に、ビジョンがないが曖昧ですね。で、ガーバ b ーはどんな組織にもですね、ビジョンが必要だと言っています。で、かつ明確なビジョンが必要だということですね。で、職人型の会社の多くは、 実はこのビジョンがないんですね。あったとしても、その売上の目標ぐらいしかないということですで。ビジョンと売上目標っていうのは明確に違うものであって、そのビジョンというのは、その会社が最終的に目指す姿、それをビジョンというふうに呼んでいます。でそれは売上目標とは違うものなわけです。で先ほど例に出したですね、インフルエンザソフトはもちろんガバナンシを受けてえビジョンが明確になっています。でかつ、そのビジョンが日々の行動に落とし込めるように、え細かく 数字化されているわけですねでそれを彼らはエベレストミッションというふうに呼んでいます。でこのエベレストミッションの中で、えー、自社のミッションは何かビジョンは何かそして、えー、今年達成すべきことは何か、まあ、そういったことがですね、えー、共有されています。そういったことがその会社のですね壁に貼られているわけですね。なので、えー、社員であれば誰でも自社のビジョンミッションそして、えー、今現在どこにいるのか。 今年はどこまで行かないといけないのか、ま、そういったことが一目でわかるようになっているということですね。で、これが明確なビジョンであり、そのビジョンを共有するということですね。ま、こういったことがされていないと、やっぱり社員の方っていうのは、ま、どこに向かって、今どれにいるのかっていうのがわからないと。いうことで、まあ、精神的には不安な状態になってしまうということですね。で、その状態というのが、え、事実型の組織を妨げているということです。 で次ですね。何が正しいかが共有されていない。でよく経営者の方とか管理職の方でですね、えー、部下が何でそんな行動をとっているのかわからないというような、えー、悩みといいますか、えー、問題があると思いますで。なぜそういったことが起こるのか、なぜ社員が自分の思った通りに動いてくれないのか、でそれには大きな原因があるわけですで。何が原因かというと、何が正しいかが共有されていないかなんですね。 で、あなたの会社において、どういう行動が正しくて、どういう行動が間違っているのか、それが共有できてないから、一見すると社員が間違った行動を取っているように見えるということなんです。で、完全性の法則というのがあります。これは、人は自分が正しいと思っている行動をとるという法則なんですけれども、社員の方もですね、何も間違ったことをしようとして行動しているわけではないんですね。自分の判断で自分が正しいと思っている行動をとっているわけです。そこで問題になってくるのが、 社員の方が考えている正しいことと社長が思っている正しいことそこにギャップがあるってことなんですでそこが共有できないから一見すると社長から見ると社員が間違った行動を取っているように見えるということになるわけですねなのでまずはそこの何が正しくて何が悪いのかそこをまず共有することから始めないといけないということです教えるという以前の問題ですね価値観の問題になってきますのでそこを共有するということが必要になってくるということですね でそれができないとえ事実型組織っていうのはありえないということです。で次ですね、えー、社内の組織やシステムに一貫性がないということですで。事実型組織には一貫性というのが欠かせませんということですね。一貫性というのはですね、社内のすべての仕組み、あらゆるシステム、それが整合性を持って一貫しているということなんです。一貫性のなさっていうのは、お客さんとかですね、えー、社員の方にすぐばれます。 要するに言っていることとやっていることが違いますよねっていうことなんですよね。で、そういった状態になっていると当然事実型の組織はできないということです。例えば一貫性のない例としては、まあ、ここに挙げていますけれどもチームワークが一番大事と言っておきながら個人個人の成績別で評価が決まる会社。まあ、こういった評価制度だとやはりみんな自分の成績が一番なのでチームワークを重視しようという気にはならないわけですね。もしくはイノベーティブになろうと言いながら 組織のがが深く意思決定が遅い会社、まあ、よく大企業にありがちですけれども、まあ、これも言っていることとやっていることが違うという例ですねそして経営陣が社内のルールを守らない会社、まあ、これも一貫性のなさになりますでこういった一貫性のなさっていうのがありますとすぐにそれが社員に分かってしまって余計なですね不安とか不満、まあ、そういったものがたまってしまうということですねでそれが事実型の組織を妨げているということです そして最後採用する人がカルチャーフィットをしないということですねでカルチャーフィットという言葉を初めて聞いた方もいらっしゃるかもしれませんけれども今とても注目されている言葉ですカルチャーというのは企業文化のことですねその自社の企業文化に合う人を採用しましょうということですで採用のミスマッチが起こるのは大半の場合ですねこのカルチャーフィットをしないことが原因なわけですね会社の文化とその人が合わないというのが理由でミスマッチが起きて その人が辞めてしまうといったことが多々あるわけです。一般的にはですね。その人のパフォーマンスというのは、その人個人のスキルとか能力や経験まあ、そういったものに左右されるというのが通説かと思います。しかし、今ではですね。いろんなリサーチを経てですね。分かっているのは社員のパフォーマンスというのは、その人が置かれている環境に影響を受けるということなんです。で、この環境というのが企業文化ですね。 その人にどんだけ能力があろうとも経験があろうともその人がその環境に合っていなければ100%のパフォーマンスは出せないということですよく経営者の方が優秀な人材が欲しいというふうにおっしゃるんですけれどもこの原則を理解すれば問題はそこではないということに気がつくはずなんです問題はその採用する人にあるんじゃなくて自社の環境をどう作るか、まあ、そこに問題といいますか解決策があるということですね 自社の中に人が活躍できる環境がなければ、仕組みがなければ、どんなに優秀な人が来ても、その人は活躍できないということなんです。少し前に話題になった、ハウ・グーグル・ワークスという本があります。これはグーグルのエリック・シュミット社長ですね、が書いた本なんですけれども、ここに次のように書いてあります。スマートクリエイティブは、職を探すときに重視するリストの一番上に文化を持ってくる。実力を発揮するには、どんな環境で働くかが重要だと分かっているからだ。 優秀な人ほど自分がどういう環境で働けば成果を出せるかっていうのを理解しているのでそういった環境を提供してくれる会社を探すということですねなので経営者がやるべきことっていうのはまず自社の文化がどういった文化なのかっていうのを理解してそこに合う人を雇うということですねその文化で活躍できる人を雇うということが必要になるわけですでそういった採用のの考え方のことを カルチャーフィットという,ふうに呼んでるわけですね、はい、では簡単ではありましたけれども自立型組織を阻むものということで5つのポイントをご紹介させていただきましたまずは自社の状況を見ていただいてこういったポイントがちゃんとクリアされているかどうかっていうのをチェックしていただくといいと思いますでは次に自立型組織を作るということですねどういったことに気をつけて組織を作ればいいのかということです でこちらもですす。ね、5つのポイントを挙げています価値観とビジョン、目標の共有、権限以上、エンパワーメント、考えさせる場づくり、自社独自のやり方を決める、自社にとって優秀な人材を採用する、まあ、この5つですねで。これ全部やるとですね、非常に時間がかかってしまいますので、今日はこの一番最初の部分ですね、この価値観というところ、ここをちょっと深掘りしてご紹介できたらなと思っています。 でここに言ってる価値観とは何かと言いますと社内で共有されてる価値観のことですねでより具体的に言いますとあなたの会社において何が正しくて何が正しくないかこれを決めるのが価値観だということですねで先ほど申し上げた通りここが共有されていないと何が正しいのかっていうのが社員の方も社長も ずれてきますので、自立型の組織っていうのは絶対にできないということなんですね。で逆に、この価値観が共有されていると、社員の方は自分で何が正しいのかを判断できるということなんです。で皆さんご存知だと思うんですけども、Airbnb という急成長しているベンチャー企業がありますで。この創業者であるブライアン・チェスキーという人がように行っています。文化が強ければ強いほど、会社が必要とする企業内のプロセスは少なくなる。 すると人々は独立し、自実的になれる。彼らは企業家になれるんだ。というふうに言っています。で、この文化というのは、要するに、まあ、価値観からなっていますので、えー、価値観が共有されていればされているほど、その会社が必要とするプロセスは少なくなるということですね。そして、社員が自実的に働けるようになりますよ。というふうに言っているわけです。で、もう一つですね、万有製薬の会長である長坂さんが次のように言っています。会社とは何か。私は価値観を共有する人の集まりだと理解している。 そういう会社なら誰からも命令を受けなくても自立的に発展すると。まさに同じことを違い表現でおっしゃられているということですね。なのでまず自立型の組織を作るにはこの価値観の共有ですね。これをしっかりやっていくことが最初の一歩になるということになりますで。そういった価値観に基づく経営をしている会社の例としては、まあ、たくさんありますけれども、例えば有名なところだとザッポスですね。これ先ほどご紹介した靴の通販会社ですね。 ザッポスではザッポスが大切にしている価値観というのがきちんと明文化されてそれが社員に共有されていますあまり社員を縛るルールとかそういったものがない会社なんですけれどもそういったものがなくても先ほどの言葉にあった通り価値観が共有されているからみんな一貫性を持ってですね正しい行動を取ることができるということなんですそしてこの価値観のところで非常に大切なのがこの点ですね価値観が何か ということよりも価値観をどう作るかが大事だということです。例えば、先ほどのザッポスとですね、パタゴニアっていうのは全然価値観が違うわけです。だけれども、どちらもチーズ型の組織として非常に成功しているわけですね。なので、価値観にいいとか悪いとかっていうのはないってことです、基本的には。その会社らしい価値観があればいいわけなんですけれども、その価値観をどうやって作るか、文章化するか、そして共有していくか、 そのプロセスの方が大事だということです。なので、私が今ここで言っているのはえ、みんなこうザップスみたいな、ああいう会社になろうって言っていることではないってことなんですね。この価値観をベースにすれば、ザップスみたいな会社にもなるし、パタゴニアみたいな会社にもなるし、インフュージョンソフトみたいな会社にもなるしと。なので、この会社のあり方といいますか、理想像を別に押し付けているわけではないんですね。一個共通しているのは、 それぞれぞ創業者のの、ね、思い描く理想の会社を作って,いるってことなんですザポスならトニー・シェイの理想とする会社ができてますしインフュージョンソフトならクレート・マスク創業者の理想とする会社ができていますしパタゴニアならイボン・シュイナード会長のです、ね、理想の会社ができているとそれぞれ全く違う社風文化なんですけれどもそれぞれきちんと創業者の思いをベースにして理想の会社ができているってことなんです。 でその確認になっているのがこの会社の価値観ということなんですね。なのでその価値観が合っているとか間違っているとか、えー、正しいとか悪いとかそういうことじゃなくてその価値観というのはどうやって作って共有していくかそのプロセスが大事だということですね。事実型の組織を作るにはまずその価値観を作ってですねでその価値観に基づいて一貫性を持って社内の仕組みを作る必要があります。例えば組織の構造とか 顧客サービスの仕方とかですね、営業の仕方とか、マーケティングの仕方とか、そういった様々な仕組みを会社の価値観に沿って作っていくということです。で自立型組織を作るには、その価値観が核となって、スタート地点なんですけれども、他にもいろいろとやることがあります。ビジョンも作らないといけませんし、目標も作らないといけない。そして権限上の仕組みとか、考えさせる場作り、自社独自のやり方を決める。優秀な人材の採用ポーセスの仕方。 まあこういったいろんなことを考える必要があるわけですね。なので、一朝一夕にはできないということです。あらゆる経営者が得たいと思っているが、なかなか得られないもの、それが事実型の組織だということです。その事実型組織を作る方法を仕組み化したのが、ツボ星経営の集中オンラインプログラムになります。で私たちはですね、過去何年間もガーバーのビジネスをやってきて、彼の伝えている原理原則をもとにしてですね、スモールビジネス、中小企業の経営に必要な あらゆる要素ですねそれをまとめ上げることに成功したわけなんですけれどもその中からですねこの G2 型の組織を作るというところに特化したエッセンスですねそれを抽出したのが今回ご紹介している謎系の集中オンンララインプログラムになりますこちらの図に出ているのがガーバのそのメソッドといいますか考え方の全体像になっています。 まあ詳しく見ていくと非常に多岐にわたっていてリーダーシップからですね、マーケティングやセールス、まあ、そういったことまで含まれているんですけれども今回は特に自立型組織を作りたいという経営者の方のお悩みに解決できるようにですね、こリーダー力とマネジメント組織力のところです、ね、この中から必要な部分を抽出してそこだけ集中的に学べるようにしたものが今回ご紹介しているプログラムになります。 で、どういった内容が含まれているかっていうのを簡単にご紹介していきます。まず、自立型組織を作るためのコアバリュー構築方法ですね。で、このコアバリューっていうのは、先ほど申し上げた価値観と同じ意味です。自社の共有価値観、これをコアバリューというふうに呼んでいます。で、まずこれを作るところから始めます。でそして、ビジョン作りの2ステップで会社の未来を文章化するということで、その価値観をベースにしてですね、自社のビジョンを作ります。で、このビジョンがあるかないかっていうのが、 職人型ビジネスかそうでないかの大きな違いになっているということですね通常ですねビジョンは必要だということは分かっていてもなかなか明確なビジョンっていうのは作れない方が多いと思いますでここではそのビジョンの作り方っていうのをまた仕組み化していますのでその仕組みに沿って作っていただくことで自社のビジョンができるようになっていますでそれを次のステップでやっていただくということですねで3つ目見えないものを見える化する戦略的仕様の設定方法ですね でこの戦略的指標というのはビジョンに向かって絶対に必要な指標ですね。絶対に見ておかないといけない指標。それを抜き出す。そしてリスト化して管理していくということですねで。指標と言いますと、例えば売上とか利益とかですね、顧客数とか店舗数とか、そういった数字で出てくるものを思い描くと思うんですけれども、それだけではなくて、例えばその顧客の満足度とかですね、社員の満足度とか、会社の雰囲気とか、 先ほど言った価値観の共有度合いとかですね。まあ、そういった目に見えない部分ですね。数字では測れない部分。それも指標にしていきます。でそのやり方をご紹介していきますで。4つ目、ビジョン達成のための組織戦略ですね。ガ a バーによれば、どんなビジネスにも組織戦略が必要だと。組織図が必要だというふうに言っています。でこの組織戦略というのは、誰にどんな仕事を任せるかというのをきちんとですね。 整理したものになっていますのでこれがあることで先ほど出てきたその権限以上とかエンパワーメントっていうのが可能になるということですそして5つ目ビジョン達成のためのシステム戦略ですねでこれはですね具体的な社内の仕組みづくりの方法どこから手をつければいいのかそれをご紹介していきますでガバの方を読んでいただくとですねどうしてもこの仕組み化っていう部分システム戦略の部分が非常に気になる方が多いと思うんですけれどもこれはあくまで5番目にやります 前に申し上げた価値観とかですね、ビジョンとか、まあ、そういったものができていないと、この仕組み作りっていうのはなかなかうまくいかないので、まずそれをやってから、この5番目にシステム戦略をやっていきます。で、ここでは、そのシステムをどうやって作っていくかっていうことに加えて、どういったフォーマットでマニュアルを作っていけばいいのか、まあ、そういったこともご紹介をしていきます。6番目、自社にとっての優秀な人材を見極める採用プロセスの作り方。で先ほど申し上げた通り、 その優秀な人材の定義っていうのはその会社によって変わってくるわけですね。だからまず自社にとって優秀な人材っていうのはどういう人かっていうのを見極める必要があるわけですね。でまずそこをこのセッションでやっていきますで。そしてそういった人を引き寄せるにはどういったプロセスを作ればいいのか。そういった人を見極めるにはどういったプロセスで採用を組んでいけばいいのか。まあ、それをですね、このセッションでやっていきます。7つ目。 会社の理念を共有し、一体感を生み出す、全社会議。過去 BDM の実践方法。BDM というのは我々が作った独自の言葉で、えーまあ、全社員が参加するですね、えー、ミーティングのことを指していますで。全社会議をやられている会社さんって結構あると思うんですけれども、どうしてもですね、情報のやり取りが一方通行になりがちなんですね。でそれだと、事実型組織っていうのはできません。さっき言った通り、猿山のですね、ボスダルが一方的に指示、命令、情報を出しているだけだと、 事実型組織っていうのは絶対にできないわけですねでここでは、まあ、そういったトップダウン型だけじゃなくてですねどうやって社員から意見とかアイディアを引き出すかどうやってそういう場を作るか、まあ、それのですね実践方法をご紹介していきますで8番目問題に対処するのではなく問題が起こらないようにする社員開発会議括弧 EDM の実践法社員とですね一対一で面談している社長って結構少ないと思うんですね で実は結構それが理由でいろんな問題が起こったりしますのでこの EDM を実践することでその社員がいろんな問題を起こしたりとかですねミスをしたりとかまあそういったことを起こす前に対処できるということですねでこの EDM を実践してるだけで社内の雰囲気がガラいと変わった会社さんも結構あってですねこれはぜひ実践してほしいその仕組みの一つになっていますで本プログラムでは今述べたような内容を オンンラインの動画でご紹介をしていきます全9セッションの動画とありますけれども、えっと、今ご紹介した8つの他にですね、あとまとめのセッションとして1個つけてますので、全部で9個ということですね。だいたい1本60分ぐらいの動画になっています。まあ、あんまり長いとですね、あの見てられないっていうのもありますので、エッセンスを凝縮して60分ぐらいに詰め込んでいます。プラスですね、各セッションのワークシートっていうのをご用意しています。 でだに動画を見るだけだと知識を学んで終わりということになりがちなのでワークシートに取り組んでいただくことでその自社内でどうやってその学んだことを使えばいいのか実践すればいいのかっていうのが、えー、分かるようになっていますので動画を見てこのワークシートをやっていただくことで確実に会社を変えていくことができるということですねでセッションが9つありますけれども正直最初のですねあの一番最初の価値観の部分ですね、えー、そこのセッションを しっかりやっていただくことで、まあ、絶対というふうには言えないんですけれども、ほぼ確実に会社はいい方向に向かうと思います。でこれはすでに我々がですね、実際にお客様に対して、そのコアバリューの作り方っていうのをご提供してやっていただいた結果、ほぼ確実に会社はいい方向に向かっています。なので、正直それだけでもですね、かなり価値があると思います。まあ、それに加えて、あと8つのセッションをやることで、 確実に社内の仕組みを整えて事実型組織に向かっていくことができるということですねで。このプログラムが対象としているのは次のような方です。社員数が5名から100名ぐらいの経営陣の方ですね。会社が大きくなってくると社長だけじゃなくて、取締役の方とかもいらっしゃると思いますので、経営陣の方ですねで。社員がですね、2人とか3人とかの方でもまあ、 あのいいんですけれども価値観とかですね組織図とか、えー、システム戦略とかをやっていくには、えー、ともうちょっと社員数が多くなってからの方がいいかなと思いますあとは売上の基盤ができているということですね社員数が5名以上いる方であればある程度売上の基盤ができていると思いますので、まあ、この辺は問題ないかなと思いますでそして講師コンサルコーチ研修その他企業向け教育業など同様他社でないことという条件をつけさせていただいています まあこれは別にケチをしているわけではないんですけれどもどうしてもそういった土曜他社の方だと我々のコンテンツをですね、まあ、引用してといいますか使ってやっぱり自社のコンテンツに入れ込んだりしたいという欲求が出てきますので、まあ、この学んだことを自社に適用するというよりも学んだことを加工して自社のお客さんに教えるということに主眼がいってしまいますのでこのプログラムの価値といいますか意義を十分に活用できないと思いますので どういうたちの方にはお断りをしています。で改めて本講座のベースになっているものということで、まあ我々はですねこのプログラムを作るためにかなりの多大な投資をしてきています。まあ例えば、えー、とマイクリグアバーのですね自宅周りで講義を受けたりとかも、もでこれもですねお客様からは50万以上の代金をいただいて、会、えー、とのセッションを受けていただいています。またこれ冒頭で申し上げましたけれども、とお客様と一緒に海外ツアーに たりしててでですね海外のの成長企業のエッセンスを学んできています。で、これもツアーに参加するのには1人のお客様あたり50万以上頂い,いてるツアーになってますので本来は多額の同志をしないと得られないエッセンスを詰め込んでるということですねあと私は個人的にですねガーバの会社のトレーニングを受けたりしてこれも結構高くてですねガーバの会社のトレーニングを受けるのには大体セミナーに参加するだけでも300万ぐらいかかってですねそれから えっと毎月毎月ライセンスルフィーといいますか、えっと、教育代を払って、まあ、そういった何百万もの投資の中からその経営者の方事実型組織を作りたいという方に向けたそのエッセンスですねそこをまとめ上げたのがここのプログラムになっています。